じゃあね、まずは一人目、こちらの方。はい、多分私たちより我らが最良しの方がやばいと思います。この子に勝てる者は一人もいないということでね、まあ、こちらちょっとねお手本としてあの出させてもらいました。あ、お気に入りの 某企画ですね。ねえ、お気に入りのハムスターの T シャツは1枚で上がる。差し色の黄色の原色バッグは原宿系ファッションに近いかもと書いておりますが、まあ、ぶっちゃけると、うん、T シャツも黄色だからバッグは差し色ではない。確かに言われてんぞかなた。なんかハーチャはさ、あの知らなかったのよ、あの今の最近のかなたの服装しか知らないから、うんうん、完全にかなた、これで収録来てたってこと？いやー、どうなんだろう、これ見たことないけど、まあでもうちは、うん、収録とかで会った時はジェラピケを着てるのしか見たことがないから。待って、なんでさ収録でさジェラピケ着てんの？ジェラピケって部屋着じゃないのね。おかしいだろ。おかしいだろマジで。どういうこと？なんだろうなえ。最近まともになったと思ったのに、なんでだよ。まあでもジェラピケ来てるなっていうのも言ったことはある。うん、面白すぎるそのエピソード。そうなんだ。いや、ジェラピケは可愛いのにね。可愛いんだけど、ね、あ、そうそうそう、可愛いから来る場所落ち。あ、分かった、最近可愛い服買ったからっていう感じかな。ジェラピケがお気に入りだったのかな。ということでね、じゃあ早速ね。